今作ではシリーズで初めて仲間と2人で協力して戦うことができます。弱い敵には1人戦い、強い敵には仲間と協力して戦うといった戦況に応じた戦い方ができるようになっています。選択の幅も広がり、より深いゲーム性を実現しています。その他にも過去のシリーズで好評だったいろいろなシステムを積極的に取り込んでいますので、シリーズのファンの皆さんにも存分にお楽しみいただけるのではないかと思います。さて、ここまでは任天堂